い、どうもこんにちは、ピアソンのんです。今回はマジバンされた時に使うサブキャラが決まったのでご報告させていただけたらなと思います。結論から言うとクモちゃんになりました。まあ、また戻ったんかいって感じかもしれないですけど、まあ、いろんなハンター試してももう勝てなくなってて、もう振らないから落ちそうやし、もういよいよこれはもうハンター引退かなって、もううちはここまでなんかなって言ってだいぶ落ち込んでてまあその中で何が範囲かなって考えた時に、あのスポンジが覚えれてないっていうのが大きくって、もう初動悪すぎてお散歩ばっかりみたいな、初動が悪かったのをまああの補えるかなってことでクモちゃんになりました。もう初動最高散歩しても焼き入れ効果を使ってあの雲糸溜まった状態で走り回れるっていうのがうちと相性がいいんかなってなってクモちゃん使ってます。まあ、とりあえず今回はじゃあクモを使ってランク戦ね潜ってみようかなって思います。はい、やっていきたいと思います。編成もね、爆速パーティーでめちゃくちゃ嬉しい。もう本当に爆速パーティーはね、おとなしくてお利口さんでね、反抗的じゃないっていうね、もう素晴らしい。しかもなんか泥棒のね、バッチ持ちの方がいて、ちょっと戦い方がわからんないけど、泥棒相手はあんましたことないけん。で、今回は監視者を持ってきてます。まあ、鬼没のことも多いんやけど、監視者でいいかなと思って、うん、監視者でも戦えるこのパーティーなら。この耳鳴りはあれかな、冒険家かな、ここら辺の小屋裏とかにいないもんね。うん、もう分からん。もうちっちゃい冒険家を見つけることをやめました。おとなしく違うとこ追うのがいいかなってことで。え、でもあそこカーペットが揺れて、どこ、あとここだ、耳鳴りする。誰かかな、これが技師か泥棒。あ、よかった、これでもう普通に戦えそう。ここのね、あの教会はね本当に好き。お散歩そこまでないしね。あ、ではい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 、やっぱり小屋に冒険会のあれね、リュックスやっとるもんね。で、あれや、カーペットにも誰かおったわけん。カーペットが義士っぽかった気もする、シルエット的に。泥棒のやめよっかな。うん、疲れるよね、自体左右やもんね。6持ちの、え、待って傭兵やんって最悪え、義士じゃなかった、うちシルエット的に義士かと思ったんやけど。これやばい、これやらかしたかも。泥棒そのまま追えばよかったな。これが義士？いや待って、義士本体はあそこか、北壁の方やったっけ。これロボットか多分。まずい。まあ、でもこうやって焼き入れ効果があることで把握できるってね、暗号機の揺れもなんか試合中全部は見れんけど、焼き入れ効果があることによって全部見れるっていう、それを覚えとけば、あの椅子に座らせるのも簡単。もうロボットをね、やめよで、ここに冒険家絶対おるけん、もうどっか足跡なかったらもうこれしゃがんでます。これ絶対ここにいる、よしいや、うちやったらここに入る。うん、そういうのがやっぱ分かるよ、お互いね。ランク帯が近ければやりたいことも分かる。うん、よし、このまま冒険家っていこう。いや、冒険家なんだろうね、その6か9かによっては。でも6持ちが多い気がするな、見つからない戦法を取る泥棒も多いと思うし。え、でもこれ9持ちっぽくない？こんな早くに行ける？で、このロボットはダメ。え、待って、追いつけん。でも、でもこうやって雲糸でバンバン追いつけてやれる、素晴らしい。もうここちょっと圧かけよう。この雲糸の量だったらあの狙えるわ。うん、で肘当て使うだけでもいいし、最悪今使ったよね。え、めやばくない？なんでこんな追えるん、雲。いや、爽快感が半端ない、素晴らしい。もうね、魔女めっちゃ頭使うって、まあ、楽しいよ、楽しいけど、この爽快感はやっぱクモやわ。シンプルに糸を張って勝つ。いや、もうクモ糸もね、いろいろあるんだよっていう方も多いと思うけど、うちにとったらもうシンプルな戦いなんや、これが本当にもう思い出した、あの魔女の、あぶね、よっしゃ、これは強い。もうあの魔女の時とはもう全然違う、うん、試合時間からまず違うもんね。クモでも8分ぐらいが平均なんやけど、魔女は10分超え絶対当たり前みたいな感じやけん、その効率も悪かったよね。これさ、半分超えるくない？え、ちょっと立ち回りプロやった、今の傭兵狙うっていう。まあ、でもお散歩しすぎてよくわからん全体不可にしとる時点でダメかな。ここ入らん？あ、入らんのかもう雲糸の場所もよくわからんっていう。え、これちょっと待って、待たせすぎたかな、よくなかったかも。まあ、でもいいや、このまま義士もダブルダウン狙いたいけど、ちょっと、いや、糸吐けばよかったかな、今の。ひよった。ひよっちゃった。まあ、いっか。うん、これでいつもうちはトンネルをうまくできずに負けるってこともあるけん。あ、なんか構成する。それがいかんってことも踏まえて、今のはまあ、正しい判断。これで飛びやし。いや、でも結構回ってるんだよな。ここも回ってるし、で、今小屋が上がって、泥棒の引き継ぎが、違う違う、冒険家の引き継ぎが終わって、
え、ここもめっちゃ回ってる。で、カーペットも回っとんよ。これやばくない？ 3 台もう全部回っとる。ここもほぼ寸みたいな音しとるし、ここを守りつつ、さっきのもう傭兵が肘当てなかったけん、肘当てない傭兵狙うのは美味しい。ハンターをするときにうちすっごいイライラすることが多かったんやけど、イライラせずに、なんか待って、今ロボット操作の音聞こえんかった？中におるこれ、技師。まあいいや。素晴らしい、この傭兵さんとうち相性めちゃくちゃいい。ここにいる？誰か。いないか。ここも回されたら困るんだけど。そう、あのハンターをするときにイライラしないために、このクモちゃんがテク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 って歩くやろ。これをうちは心の中でいつも唱えながらやってます。そしたら本当に勝てる。さすがにね、動画撮ってないときにテクテクテクとかって頭おかしいかもしれんけど、今はこうやってね、歩いてるときに言ってみますね。どんな感じか皆さんにお伝えするために、こうやってテク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 って心の中で絶対思うようにしてる、うん、そしたら精神がなんかもう落ち着い落ち着いて、え、待って、やばい、ブロックできた。やった、え、救助したら、え、よかった。これ勝機ある。てかどこにいるの泥棒は。泥棒がどこを上げてくるか、あとロボットがまだあるんだよね。いや、ちょっとこれ普通にまずいかな。ここ異常かけた方がいいかな。テクテク言ってる場合じゃなかった。ここ3点守りしとるけど、3点ほぼ寸止めみたいな感じやけん、まずいね。で、泥棒が救助に来る。これどうしたらいいんやろ。うわー、救助された。何にしとけばよかったかな、近場で。わー、もう当たらん。普通にこれでやって、もうあっち上げられるし。でもロボットもないかな、音せんね。ロボットも持ってないんかも。どうなんやろこれ、大丈夫かな。怪しくなってきた。これ救助繰り返されて、誰かが一人でも上げに行ったらまずいんよね。ただどっちも救助に来ようとしてる、これ。まあでも普通に義士飛ばすか傭兵飛ばすか、あったなんか。あ、傭兵来た、傭兵来た、傭兵来た。この傭兵さんはもう肘当てないはず。肘当てない傭兵を、そうだ、あったわ。え、これ殴ったらまずかった。これ普通に当たる。めっちゃ傭兵さん当てることができるわ。で、これで、ね、ここ上げられるのがまずいけん、これで、ね、殴って、え、待って待って、ここスン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 。え、これ、え、やばい、これ大丈夫かな。でも瞬間移動に切り替えてでいっか。うん、まあ異常にしてもよかったけども、守る場所多すぎて、これは普通に、まあ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 、大丈夫大丈夫。これで普通にもう速攻眉で飛ばして、で、向こうにいる義士を狙いに行こう。全然間に合う。この耳鳴りは何？いや、いないやん、全く来らんやん。どこ行ったん？中間されとったん？あ、待って、これあっちか。あ、待って、足跡あったけど義士が今そっち行って、でもあっち開けられる方がまずくない？で、そこにロボットがおるのはうち知っとんよ。うん、ここにロボットがおって、これの耳鳴りはロボットやと思うけん、とりあえずまあ冒険家やりに行こう。これ何？雲糸に引っかかったんかな、冒険家。強くない？雲糸。雲糸で位置割れるのめちゃくちゃありがたいんやけど、やっぱ糸なくなった。って、追い方がまずい、やばい。あ、でもここら辺もう糸だらけやし、さすがにね、これで糸吐いといて、キャンセルされても OK。まあ、義士は逃げられちゃうと思うけど、いや、うん、全然 OK、全然 OK。よかった、彼で。変ななんか全体孵化しちゃったりしてね、え、あの悪い癖出ちゃったけど、勝てたけん、まあまあよしとしましょう。まあこんな感じでね、ランク戦雲で今後も頑張っていくので、よかったら最後まで見守っていただけると嬉しいです。はい、頑張って、とりあえずゴリラ目指します。今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。